ベンジャミン・ゴッド・ベンジャミン・ゴッドは産業革命において繊維生産の分野においてを主導した人物の一人である。彼の工場はリーズのアーマリーにあるアーマリー・ミルズにあり、当時は世界最大の羊毛工場で現在は産業博物館として展示されている。ゴッドはウェストヨークシャーのプドジーのカルバーリーの土木技師で測量技師でもあるジョン・ゴッドのもとに生まれた。 ベンジャミンは17歳までビングリーグラマースクールに通い1780年に卒業した。彼の父は彼を羊毛賞であるウォーマルドフンテインに弟子入りさせた。ゴッドの最も特筆すべき業績は1804年に彼が主導してアーマリーミルズで起きた産業革命である。彼が買収した工場は当時火災により破壊され廃墟であり再建のために 中鉄の内部フレームや他の防火設備を発注した。1805年に修繕が完了して、新しい世界最大の羊毛工場になった。コットは蒸気機関や力食器のような革新機械の導入による新しい羊毛布の製法を実験した。コットは多大な富を築き彼の工場に新しい機械を導入するために再投資した。彼はアーマリーに給品員を設立して、 美術品の収集を行い、リーズ哲学、文学協会を1819年に設立した。彼の他の工場には、ビーン・イングスや初の羊毛工場であるバーリー・ミルズや、ストリート・アン・エス・ミルズが含まれる。ゴットは1799年にリーズ氏の市長になり、1840年に亡くなった時、彼は長者になっていた。1820年に建てられた彼の家は、 ハンフリー・レプトンによって設計され、カークスタウル・ボンチア・リーズとリバプールの運河をアーマリー側から一望できた。1929年に彼の家と土地はリーズ市議会によって私立のゴルフコースとアーマリー公園として整備された。ありがとうございます。